ガールズグループオーディション、ユニバースチケット、ユニバースチケットの最終回が17日、アベマで生配信され、日本人練習生の7、琴子とも1 6ら8人が新グループ、ユニス、ユニス、としてデビューすることが決定した。同番組は人気音楽番組、SBS 人気歌謡、などを手掛ける韓国三大地上波放送局の一つ SBS が、総制作費100億ウォン。 約11億円をかけた初のガールズグループオーディション番組。この日放送されたファイナルステーションでは編曲と新曲のステージが披露されパフォーマンスを受けて韓国のパンユナ14とナナがデビューを確定させた。ナナは韓国語でこれからも素敵な姿をお見せします。見守ってくださいと感謝の思いを伝えた。前週の第9話の時点でデビューが決まったフィリピンのエリシア 14を合わせてこの時点で3人が確定その後、二次昇級式の最終点数と、ファイナルファンチケッティングによる換算点数を合算した最終結果をもとに、ことこ、フィリピンのゼリー団カ16、韓国のイムソーン、12、オユナ、14、ジン・ヒョンジュ、22の5人が選出された。ことこは、正直にお話しすると自信がなかったんです。 と打ち明けながらも、これから一生懸命頑張ります。よろしくお願いします、と決意の言葉を述べた。また、18日からユニスの公式ファンクラブ、ユニスジャパンオフィシャルファンクラブが開設。開設から1ヶ月間の期間限定で、ユニスのメンバーに必ず会える入会特典キャンペーンなどを実施している。